皆さんこんにちは、ワンダルケルビッシュです。今回は、プレイステーションの機動戦士ゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ライラ対のガルバルディを撃破しましたので、その続きになります。では早速、ストーリーの方を見ていきたいと思います。月の裏側。アーガマはサイドワンを離脱し、月軌道へ入った。グラナダで補給を受け、次の作戦に備える予定だ。それとエマチュイの保護観察が解かれた。今後は現地徴用兵の扱いでパイロットとして働いてもらうな。どうした？後方より敵艦接近。あの神言ったこともないな。これは新規アニメーションですね。奴はニュータイプだとでも言うのか。アニメはなかった気がするな。俺だっていつかはチタンズをコロテにしたいと思ってるんだ。本気らしいね。教えてやるよ。いい男になってくれればもたれかかって酒が飲める。カミーユ、女の名前なのに男か。なめるな。これも確か先行してた隠れてのハイバックを絶対に、まあ支援する電源としてガルバルディでジョルドが出る、まあ、そういうシーンですね。ライダー、お前さんが俺を導いてくれよ。敵艦よりモビルスーツ発進。マックス、リックデースを出せ。アーガマ降下。グラナダに行くと見せかけて一挙にアンマンコースだ。30秒後にライフル装備で射出だ。リックディアスの準備も急げよ。いや、これはまだカクリコンが出てくる前ですね。普通にジェリロと、また戦うガルバルディ戦になりそうです。敵十字方向。いや、正面から来るぞ。後からクワトロ隊員がフォローしてくれる。マーク2射出後、アーガマから援護射撃を行う。いいな。貴様か。ライダを撃墜したのは俺は一騎打ちで貴様を倒す。貴様はライダを知らんだろうが、俺にとっては師匠なんだ。自分だけが特別だと思うなみたいなことをなんかカミーが言ってたような、そんな記憶があります。でこの後に、グラナダをクワトロと、まあ、このカミーユが、制圧しに向かっている間にカクリコンがアーガマを投襲する、まあ、確かそんな流れだったかなという気がします。普段のアクション系シューティング系はプレイをしないのであまり上手ではないかもしれないんですが、ここまでは順調に来ています。で赤くターゲットが、まあ、なっている時に攻撃すると良さそうですね。なかなかこのジェリルが強い。でシールドも使いながら敵を、ね、追い詰めていきましょう。援軍か。潜入の敵も撃てないのか。俺はそうか、ここカミーユが危なかったですよね。でクワトロが帰ってきて感情に振り回されてると死ぬぞみたいなこと言われましたよね。敵のペースにはめられたな。しかし一機のモビルスーツの動きにあれほど巻き込まれるとは若すぎるな。でないと今度は君が死ぬことになる。
壊しちゃって、足は全部変えろ変えろ。アーガマの次の作戦が決まった。ジャブロー進行だ。クワトロ隊はグリーンオアシスから移動を開始した。グリプスの攻撃を示唆したが、ウォンリー以下のエウーゴの出資者たちの関心はジャブロー攻略へ傾いていた。よし、アーガマはグラナダのエウーゴ艦艇と合流し、地球へ向けて出航する。敵艦からのミサイル攻撃です。何？港の入り口付近に攻撃が集中して、アーガマが出られなくなります。モビルスーツ隊を出してください。お前に命令される筋合いはない。やっている。カミーユ、今回からバズーカで三段が使用可能になったぞ。威力はあまりないが、広範囲の敵にダメージを与えるのには有効な武器だ。というわけでバズーカが使えるみたいなんですが、まあ、バズーカだとちょっと威力が微妙なので、ここはライフで出撃します。連戦ですね。絶対にガンダムマーク2を沈めてみせる。イーナージェリド、例の作戦で行くぞ。時間差攻撃。分かっている。ライラの仇も撃たんとな。マラサイが出てきましたね。この、まあ、マラサイ相手であれば確実に相手の動きが止まっている。格闘がね、ちょっと入れられないんですよね。まあ僕の腕の問題だと思うんですけど、何かね、格闘も入れていきたいんですけどね。何とか雷空で攻撃を当てていきましょう。で、格闘に持ち込みたいですよね。ということで、ライフルの弾が溜まったらまたライフル攻撃を切り替えていきましょう。これでマラサイ撃破でございます。なんてやつだ。これもカミーユってやつなのか。あの作戦が失敗したのだ。アレキサンドリアと合流するぞ。してくれた。君の守りがなければ我々は地下に閉じ込められていた。艦長として全クルーに代わって感謝の意を表する。もうしばらく待機していてくれ。そしたら休め。ちょっと待った。救難信号をキャッチ。大気圏シャトルテンプテーションからです。それとモビルスーツらしきものの影を捉えました。これはメサラシロッコが来るのかな。気になりますね。はい、では今回はジェリードのガルバルディ、ジェリードのマラサイ2連戦になりましたが、第3話が終わったようなのでここまでにさせていただいて、次回ですね、シロッコのメッサーラ出てきそうなので楽しみにしたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。